今日はバブル期の LGBT 事情っていうのをやります。1988年、ゲイへのいざないってなんかすごいタイトルですけど、まあ割と真面目な内容なんでよろしくお願いします。で、少し前にうちの娘が中二病絶賛発症中だった頃があるんですね。で、その時期ってのはいろいろこう社会問題とかに興味を持ったりする時期なんですけど、彼女ってのはもともと差別とかに結構興味を持ってたっていう。で、そんな中で、いわゆる LGBT 問題ってのはこう盛り上がった時期ってあったじゃないですか。で、その時期がちょうど中二病の時期だったんで、もう暇さえあればいろいろと聞いてきたんですね。もう本当ググレカスって言いたくなるぐらい何でも俺に聞いてくるんですけど、まあそれ自体はまあ悪いことじゃないんでしょうけど、しかしながらそんな中で、じゃあ今ではなく昔のパパはこの問題についてどう思っていたのって聞かれると、まあやっぱり言葉に詰まったりするのは否めなかったんですね。僕1970年生まれなんですけど、僕と同世代にとってのは当時そのいわゆるホモとかオカマっていう人たちがどういうふうに思われてたか、で僕らがそれをどんなネタにして小バカにしてたのかっていうのは分かると思うんですね。だからまあ当時のゲイに対する僕のスタンスっていうのは、やっぱり今の基準だったら差別主義者って言われても仕方ないとは思いますね。では今回お話しする1988年ってのはバブル絶頂期で、僕は福島市在住の高校3年生だったんですね。だから本当あの頃と比べたら世の中の意識も、それに僕自身の意識も相当変わったなって思います、ね、で時代のせいだってまあ8割ぐらいは思うんですけれども、でもやっぱり残りの2割ぐらいで、それを時代のせいにするんじゃなくて、今一度その時期まで立ち上って、じゃあどうだったのかって考えてみることは大事なんじゃないかなって思ったりもしますね。でここで話が終わったら、まあある意味話がうまくまとまって終わりなんですけど、まあ実はまあそんな単純な話でもなかったりするんですね。で改めて1988年の僕は、まあ自分で言うのもなんですけど、容姿端麗な高校3年生だったんですね。でその上で最愛の映画が千メリっていうね、まあ千メリ大好きですねでなおかつ当時少女漫画をこっそり愛読してたんですね。僧侶冬美さんのボーイフレンドとかそういうの読んでたんですね。でなおかつ家にあった愛と宿命のボレロかのジョルジュ・ドンのボレロをヘビロテで見てたんですね。まあタム・サボローと仲のいいジョルジュ・ドンですけど、でなおかつ三島由紀夫にハマり始めたのもその時期でしたね。でおまけに男子校だったっていう、もうある意味漫画一歩手前のその道に進まないのおかしいんじゃないかっていうような少年だったんですね。でも実際付き合ってた女の子とかいたんですけど、ただこの時期ってその夏期講習に行ってあからさまに僕が東京に行くっていう空気を出してたんで、ちょっといまいちになってた時期でもあったんですね。で僕はそういうのがちょっと面倒くさくなったって、人生で初めてそういう思いをしていた時期でもあったんですね。でそういうことがあった上での状況なんですね。僕はその年の夏休みに上京して美術予備校の夏期講習に参加したんですね。でそこで一つの出会いがあったんです。僕はそこでいわゆるカミングアウトしてるっていうゲイの人と人生で初めて出会ったんですね。でそれまでもしかしたらゲイの人と出会ってたかもしれないんですけど、それは僕は分からなかった。はっきりと自分がゲイだってカミングアウトしてるゲイの人と初めて会ったんですね。だからそれも都会だなと思ったし、あんまり不思議なことだと思わなかったですね。東京の可能性っていうのは自分で想像してたんで、いろんな人がいるのは当たり前だろうって思ってたし、だからよく小説とか、それこそバラエティとかでもゲイの人って、ゲイタレントとか当時いたんですけど、そういう人がいるから、まあ東京にそういう人がいても全然おかしくないなって思っていたんですね。でその人ってのは参籠している、まあ、外部から来た人 で見たタイプって、見た目のタイプっていうのはガッチリ系なんですね。でピチピチした T シャツ着てて、でお姉系っていうか、ちょっと言葉の節々にこうお姉っぽい言葉が入ってるっていう。で顔は新日本プロレスの矢野徹っているじゃないですか。あれのデビュー当時
に似てるんですね。うん、まあ、矢野の方が後から知ったんですけど、僕はあの矢野が入門してきた時に、あの人に似てるって思ったんですね。だからなんとなくあの感じのイメージをしていただければわかると思うんですけれども、うん、でその人っていうのはもう優しくて物静かでがっちりしつつも酒に弱い人だったんですね。まあ、飲み会で近くの席になったんで、その時にそういう話になったんですけど、まあ特に変わりもなく普通に話しただけだったんですね。でも普通って言っても、まあそのゲイの人の話っていうのは、まあ福島の田舎者にとっては、まあそれはそれはなかなか刺激的なものだったんですね。うん。で、また話すのもうまいんですよね、あの人っていうのは。うん。で、夏が終わって、福島に戻って、で、ある時僕は、そのゲイの人のことを思い出したんですね。で、そして、ちょっとその世界を覗いてみようかなっていう、抗えない好奇心に駆られてしまったんです。で僕がどこに向かったかっていうと、向かうは福島の八甲堂書店のエッジ本コーナーだったんですね。でそこのいかにもここなら人の目につかないですよ的な場所にゲイ雑誌がひっそりと置かれていたんですね。そう、あのゲイの人が言っていた通りの場所にそれはあったんですね。で、ありがたいことに周りに人はいなかったんですね。で、僕はその中の一冊を素早く手にしたんです。で、それがサブだったのか、サムソンなのか、それともバラ族だったっていうのは、まあ有名な産地ですけど、はっきりしないんですね。しかしながら18歳の福島の高校生、容姿端麗な男子高校生の僕は、その文芸誌のようなサイズの怪しげな本を、そこで確実に手にしたんです。で、いろいろ事情がありまして、ここで CM 行きます差し替えですね。で、ここで光源氏を持ってくるっていうところに深い意味はありますね。うん、この時1988年のスーパースター光源氏ですね。エスキモもうないんですよね。で、トシちゃん、この人もね、当時いろいろありましたね。ますます美味しくなりました。でもトシさんのこの CM って僕好きなんですよね。なんかちょっと抜けてていいですよね。とんがりコーンの CM って僕昔から好きでした。そんだけど話は1988年の八甲堂書店に戻ります。で、そこでゲイ雑誌を手に取った僕はもうほんと過度な緊張感に襲われながらもなんとか表紙をめくってみたんですね。そしてそんな僕の目に、その時僕の目に飛び込んできたのは阿鼻叫喚の地獄絵図ではなくて、意外なことにあのベン・ジョンソンのカラー写真だったんですね。で、当時ってのはあのソウルオリンピックの開催直前だったんですね。で、各雑誌ってのはこのベン・ジョンソンやカール・ルイスとか、あとフローレンス・ジョイナーなんかをこぞって取り上げていたんですね。だから僕はそれを見て、ああこういう雑誌でも関東グラビアってのは自治ネタとかなんだなって、なんだか変にビビって損したよって一瞬思ったんですね。そうなんですね、まあ意外と普通じゃんってでもやっぱりしかしなんですね。うん、しかしながら僕の目はもうすぐにその写真に添えられたピンクのキャプションに釘付けになってしまったんですね。なんとそこにはベンちゃんの美味しそうなプルルーンお尻思いっきりなめなめしちゃいたいわと書かれていたんですね。うん、だからもうたとえ自治ネタでもここの世界での取り上げ方ってのはやっぱり一般的なものとはもう大きくはるかに全く異なるものだったんですね。うん、で僕は当時18歳の福島の高校生ですよ。で、こそこそそう誰もいないところを見計らってその本を手にしてそれを読んだんですね。そんな僕はもうこの文章ですねの持つもうほんと超排他的な破壊力っていうものにもう一瞬にして打ちのめされてしまったんですね。ああもうダメだみたいな。で、先ほどまで猛烈にたぎっていた、もうたぎりまくりですね、たぎっていた僕の好奇心ってのはもう頭のてっぺんからもうスーッと抜けてったんですね。うん、まあなんつうかこういう圧倒的な現実っていうものはもう時に人に対して残酷であったりするんですね。そうなんですね、あの
井上尚弥のモンスターパンチのように強烈なものなんですね。で、僕はもうやっぱりそんな甘い世界ではなかったなって思って、そのまま表紙を閉じて、まるでもう高性能の小型爆弾か、あるいはあのデスノートを扱うがごとき、もうほんと慎重さで本を元に戻したんですね。そして後ずさりですよ、逃げるようにその場を立ち去ったんですね。だからまあ要するに興味本位でゲイの世界を覗き行った僕っていうのは、このベンちゃん、ベンジョンソンちゃんっていう、もう屈強な門番に門前払いを食らったっていう感じだったんですね。ほんとそんな感じですね。もう恐るべき尻ですね。ほんと恐るべしベンの尻って感じですね。もうほんとアナボリックステロイドをもうプス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 打ちまくったわけのことある、ほんとプルルンお尻だったんですね。まあそういう感じで僕はその門をくぐることはなかったんですね。で、しかし改めて思うんですけど、もしこの時この関東グラビアが同じソウルオリンピックでも、このベン・ジョンソンじゃなくて、例えばあの大阪清風コンビ池谷くんと西川くんとか、あるいはあの男子高飛び込みの大スターグレッグ・ルガニスだったりしたら、まあベン・ジョンソンっていう門番にこう跳ね返された僕ですけど、もしかしてグラビアが清風コンビとかね、あーみたいな。あとね、実際にあの後にゲイだって公表してるグレッグ・ルガニスだったとしたら、果たして僕はその門の向こう側に、その扉の向こう側に行っていたのかっていう話ですよね。それは分かんないんですよね。それはもう分かんないと思います。何がきっかけになるか分かんないし、きっかけってのは何でもいいのかもしれないですね。で、まあそうなんですけど、でも僕って今の人生っていうか、その後の人生ってのは割と好きなんですね。まあこうやって皆さんにお話ししてるように。だから、まあ、結婚して子供がいてっていう、こうやって皆さんにこう昔話をしてる自分が好きなんで、それでよかったんだなって、ベンちゃんにこう追い返されてよかったんだなって今は感じていますね。これは本当に正直なところですね。だからもう可能性がなかったっていうつもりはないんですよ。だから可能性があった上でやっぱり諦めたっていうのが本当のことなのかもしれないですね。まあそんな感じです。では気分転換でちょっと当時の CM を言ってみます。というわけで、前も何かの動画で紹介したことがあるんですけど、光源氏のマイクロマジックチンチンポテトの CM ですね。もう日本の CM 史上こんなに攻めた CM ってなかったんじゃないかなと思いますね。で、このマイクロマジックのポテトって今もこの冷凍食品で売ってるんですよね。この間スーパーで偶然見かけてびっくりするとともに、この CM をやっぱり思い出しちゃいましたね。で、この1988年っていうと忘れちゃいけないのは、元フォーリーブスの北浩二が出した光源氏へっていうジャニーズ暴露本ですね。これを出版したのもこの頃だったんですね。で、内容に関してはまあ皆さん検索して調べていただければいいと思うんですけど、まあ何がすごいってこれ実名で描かれていたんですよね。で、何冊か出て、あの実際のその男の子たちの被害の声とかっていうのがあまりにもリアルなものだったっていう、もうさすがの僕もドン引きしてしまいましたね。で、それは僕だけじゃなくて、同性愛に対する一般的な認識っていうのもかなり印象悪くなったと思いますね。マイナスなものになっていた感がありましたね。で、この本の仕掛け人っていうのは アダルトビデオの監督の村西徹だったんですね。村西徹っていう人もこの時期にすごいのが、アダルトビデオの監督としてなんかすごく天下を取ってたっていうか、そういう時期だったんですけれども、そういうものの中で、あのジャニーズ事務所、まあ、トシちゃんのことで、あのメリー北川さんと揉めて、それの腹いせじゃないけど、それが発端でこういう暴露本を仕掛けたんですね。で、当時のマスコミはこの件についてはもう完全黙殺だったんですね。でもこの時にジャニーズ事務所が被ったイメージダウンっていうのは本当に大きかったんですね。で、当時人気絶頂のこの光源氏ですけど、これは本当にすごい人気だったんですね。でもこの光源氏に、このまさに光源氏へっていう、こう、暴
暴露本はなんか特に大きな鍵を残したと思ってますね。だからもう僕のポテトはチン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 ポテトマイクロマジックっていう、レンジでチンすりゃハグハグホクホクってチンチンポテトマイクロマジックってこう、まあそういう CM も全く笑えない状況になったというか、うん。で実際ジャニーズへの売り上げがこの時期ってすごい落ちたらしいんですね。でその勢いっていうか、あの少年隊光源氏と続いた勢いっていうのももう急速に減少していったんですね。で先ほど同様、まあ説明はちょっとウィキペディアからちょっと文章を持ってきたんでちょっと読んでみますね。でこの本についてですけれども、以下ウィキペディアで引用します。また同書が出版された直後にジャニーズ所属アイドルの CD の売り上げが軒並み落ちている。売上低下に対抗して光源氏は7パターンのジャケットとメッセージカードを封入したシングル太陽がいっぱいを発売するも全盛期の売上には届かず、自作の売上は半減してしまい、その後も CD の売上は下降する。少年隊もデビュー5年目の1989年にリリースされたシングルは参ったね今夜のみとなり、以後急激に CD リリースのペースが落ちていく。その後に到来したバンドブームの盛り上がりとともに歌番組やアイドル番組が次々終了。それから数年の間、テレビでジャニーズ所属事務所のアイドルを見かける機会は以前に比べて確実に減少し、ゴールデンタイムの人気番組で華々しく扱われることも少なくなったって。まあ以上引用終わりなんですけど、要はこのスキャンダルのせいで、あの、スマップがブレイクするまでジャニーズの低迷期がついたって話なんですね。まあちょっと僕この文章ってちょっと大げさかなって思うんですけど、ただまあ、ほんとその、光源氏の勢いっていうのは飛ぶ鳥落とす勢いだったんで、それに対してこういうイメージのダウン、イメージダウンだね、それは本当すごかったと思いますね。でもイメージダウンはすごかったんですけど、メジャーのまあ要はテレビ局ですね、テレビでは全くこの問題は取り上げてなかった、それは今と変わらない感じでしたね。というわけでマッチですね。マッチはこの頃まだまだ人気がありましたね。この前の年に愚か者で1987年度のレコード大賞を取ってたりして、やっぱあのスマップ事件の時もうちのトップはスマップじゃありません近藤正彦ですって、あのメリーさんが言ってた通り、あのメリー藤島さんに寵愛されていた男でもありました。だからマッチが事務所をクビになった時に、あメリー北川さんだいぶ病気悪いのかなと思ったらすぐ亡くなってしまいましたね。で1988年っていうとその年から世界エイズデーが始まったんですね。それはもう当然のことながらエイズを防止すること、それに加えてエイズ患者や HIV 感染者に対する差別及び偏見の解消を目的としていたんですね。まあそれだけ当時の世界ではエイズというものが大きな問題になってたんですね。でその HIV 抗ウイルス薬治療っていうのが今確立してますよね。はい、エイズは不治の病じゃなくなってるんですけど、当時はもうその感染したらアウトだみたいな、そういう不治の感染症っていう風なイメージがあったんですね。でそれはそのまま、まあ感染ルートの一つってね、まあ数ある感染ルートの一つだった男性間同性愛者への排除の動きへっていうのとそのまま直結していたんですね。まあ難しく言うとそういうことなんですけど、まあ軽く言うと、お前ホモなんだろうって言って、お前エイズだよ、こっち来んなって、そういうようなことを、まあ小学生ぐらいから大人に至るまでそういうことを言ってた時代なんですね。僕自身もそうでしたね。で、当時のその本とか、あの漫画とか見ると、まあそのレベルなんですね。うわ、エイズレスラーだとか、そう。だから、まあ、なんかそういう、恐れがあるから、まあ、これも他の動画で言ったんですけど、恐れがあるからこそ、逆になんかそういうあざけりっていうか、軽いなんかそういう冗談みたいなところで、うわ、気持ち悪いみたいなのあった気がしますね。でその1988年の LGBT 事情ってのはなんだかそういう面で
男性のその同性愛者ばっかりが矢面に立ってる印象があるんですね、今振り返ると。でもそれって反面考えれば、逆にこうレズ、バイセクシャル、トランスジェンダーに関しては議論にすらなってないっていう、マスになってないっていう時代だったんですね。要は全く市民権がないような状況だったですね。だからそっからもう35年経ったんですけど、まあ本当 LGBT っていうこういう問題に対して積極的な議論が行われるようになったのはごくごく最近のことに感じてますし、理解がまあ周知が進んだ反面、今度はなんかめんどくさいやつらだなっていう、そういうような、当時は違う、または違う形での差別ができているような気がしてますね。でそれは僕自身どうなんだっていうと、まあそれに関しては理解しようっていう気持ちがあって、例えば1988年の自分と比べたらやっぱり当時はまだ10代だったけど、今子供もいて、で自分50代って言うとやっぱり意識は変わってるんですけれども、なんてだろうな、こういう触れるのがめんどくさい問題っていうのは、ジャニー北川にしろ、あるいはこの LGBT にしろ、まあ、触れんのがめんどくさいっていう思いですよね。現状維持バイアスなんだろう、それって日本特有の。まあそういうものがあるからこそなかなか難しいなって、意識改革が難しいんじゃないなって感じたりしています。でもやっぱり変えていかなきゃいけない時期なんじゃないかなと思っています。というわけで1988年のそのゲイのいざないっていうものから最近のその LGBT 事情ってものを話してきたんですけれども、やっぱ難しいですね。日本人はやっぱその主張を表に出すことがないっていうのもあるし、あと臭いものには蓋とか、あとは理解したことないものは理解しないっていう、そういう消極的な、個人個人のこのバリアの中で生きてるってよく言われますけど、そういうものを感じたりしました。あとはやっぱりその若い子の自分はどっちに転んでもおかしくなかったんじゃないかなって今客観的に振り返ると思っています。だから誰しもそういうものに少数派になる可能性ってあると思うんですよね。でそういうことも考えて、やっぱ弱者っていうか少数意見は、僕はあのなんていうんだろう、等しくそのこういう方変だけど扱うべきではないと思うんですね。ただそういう人たちがいるっていうことを尊重しなければダメですね。だから100人中99人がこうそういう生き方をしてて、残りの 1% って、それを 50-50 で考えると社会はやっぱ回らなくなるんだけれども、ただその 1% がいるってことは常に頭に置いて、そういう人たちがなるべく生きやすいようにやっていくことが大事なんじゃないかなって、切る大方じゃなく思っていますっていうことで、今回はちょっとお前なんかふざけてんだろみたいな取り上げ方したんですけど、それでもういいと思うんですよね。なんて言うんだろう、やっぱり議論にならないって恐れちゃって、炎上を恐れて議論にならないって、今の政治家とか少子化とか LGBT っていうのはそこに発言すると、なんかうっかり地雷を踏むのが嫌だから、じゃあ自分は何も言わないっていう人が多いと思うんですけど、そうならないように、やっぱそういう意味では寛容であってほしいなって、世の中はですよ、僕も思ってこういう動画を作ったんで、ご了解ください。それではまた。というわけで、ここから追記になります。元動画ってのは2023年のゴールデンウィークの始まりに出した動画なんですね。で今5ヶ月経ってるんですけれども、今2023年の10月の10日かな、なんで5ヶ月経ってるんですけど、その間にやっぱりこれは関連のことで大きな動きがありましたね。まあ当然のことながら、あのジャニーズ事務所の問題ですね。で今この画像のこの看板が撤去されてるっていう、まあそこまで物事が進むとはっていう感じがしてますね、今は。でこの追記の部分では、このジャニーズについて、あの1988年の段階までは語ってたんですけど、
前の動画でもこの続きがあったんですけど、そこを改めてちょっとあのジャニーズ事務所が1988年のその光源氏へっていうその暴露本騒動からどうなっていったのかをまずちょっとお話していきたいと思っています。それでジャニー喜多川って男なんですけれども、この人は本当謎な男だったんですね。で、僕が知る限りこの1980年代とか90年代とかに一般的な有名メディアに顔写真とかあの映像はおろか写真すらあのジャニー喜多川のものは使われてなかったんですね。だからほとんどの人がこの人がどんな顔してるかを知らないっていう、それなのに巨大な自ら名前を冠したジャニーズ事務所の業界のドンとして影響力を駆使してたっていう人だったんですね。で、そんなジャニー喜多川の顔写真を僕が初めて見たのは1995年の噂の真相の最初の方の白黒グラビアなんですけど、そこでジャニー喜多川と思われる男っていう顔写真が載ってたんですね。まああの少年隊のこのかっちゃんとこう一緒に写ってるこの写真ですけれども、この写真であこういう人なのかってその時に思ったんですね。うん、でなおかつ多分あの一番手前に写ってる人っていうのは例の副社長の若い頃ですね。うん、この人やっぱ喋るべきですね。こんな汚い人間いないなって思いますね。それでその当時からその北浩二の本とかでジャニー喜多川の性嗜好ってのは知っていたんですけれども、その反面どういう感じなのかっては分かんなかったんですね。いわゆるそのゲイなのかあるいはお姉なのかっていうそういう部分ですね。だどういう感じの男色なのかっていうのが当時は分かんなかったんですね。でそれが分かるようになるのは2000年代に、あ僕の場合ですよ、入ってからで、それは2000年代のどこかでトシちゃんがあのインタビューでこのジャニー喜多川との出会いについて語ってて、その最初に会った時に「ユウなの?」って言われたっていうことをトシちゃんが言ってて、トシちゃんは「僕は田舎に行ったから分からなかったけど都会に出て初めてそういうジャニーさんみたいな人に会った」っていう言い方をしてるんですね。あでそこで僕は「あお姉系なんだ」っていうのはちょっと分かったんですね。だからそれぐらいジャニー喜多川に対する情報っていうのはまるで出てこなかったっていう。でそのジャニー喜多川の顔写真とかが出てくるのは2010年代になってからなんですね。でなおかつあのジャニーズのタレントとかがジャニーさんってこう言い出すようになったんですね。であのその言うやっちゃいねよみたいなそういうことをジョークめかして言うようになってたんですね。で僕はそれを聞いたりしてああなるほどなと思ったのは、あの当時まことしやかに流されてた噂はあのジャニーさんの性欲が衰えたんでジャニーズ事務所が健全になったっていう、なんか笑っていいような笑えないような話だったんですけど、でもまあそういうことかなって思っていたんです。でも皆さんご存知のようにその性加害ってのは生涯にわたって続いてて、なおかつ2004年に実際にその性加害が裁判で、まあ民事裁判ですけど、認定された後も続けてたっていう、そういう話だったんですね。僕は、あの、ジャニー喜多川のこの性加害の噂は本当だと思ってましたし、いろんなタレントっていうかその、まあ少年たちが毒害かかったとは思ってたんですけれども、まさかつい最近までやってるとは、本当に思わなかったですね。だからもうその2004年のそれで本当にまあよく言われてることですけど、そこでやばいと思ってそのあたりからそういうことをやめてたんじゃないかなって、まあ年齢的にもですよ思ったんだけど、そうじゃなかったってところにちょっとなんかすごいなって思うんですね。まあ自分ではちょっと考えられないですね。それは性欲っていう意味でですけどね。で話はちょっと前後するんですけど、その2010年代になってそのジャニー喜多川っていう人間そのもののタブーが、まあ、薄れたっていうか、まあ、ジャニーさんとかそういう言葉がテレビとかで使われるようになって、
まあ、いじりが入ったりみたいな風になったのは、まあ、緩和されてったっていうのは、まあ、それだけジャニー喜多川っていう人が、まあ、その地位をより確立してたからだと思うんですね。安心して自分を少し出せるようになって、あんまうるさく言わなくても済むようになってたっていうことだと思うんですね。だから御用メディアみたいなのがなんか褒めちぎるような本を出したりしていたし、それも許していたと思うんですね。でそれがなぜそういうことになったかっていうと、やっぱ年齢的なもので、僕これってあの笹川理論で言ってるんですけど、人間って最終的になんか行き着くのが、まあ禁欲とか支配欲とか、まあ、性欲とかいろいろありますよね。でも最終的にこういう独裁者的な人間が行き着くのは名誉欲だと思うんですよね。うん。でこの人が顔写真とか出すようになってきたのは、ギネスブックで自分のショービジネスに対するなんだっけプロデュースがこう認められてからだと思うんですけど、そこからまあそういうものが出てきたのかなとか思うんですね。でもその時に感じたのは、あ、これはなんて言うんだろう、許容範囲を超えてきたなって思ったんですね。うん、まあ綺麗事じゃなく、その昭和の芸能界とかある、まあそうですね、昭和の芸能史とかそういうものを考えるとやっぱりすごい世界なんですね。まあ、ビートたけしがよく浅草時代の話をしてるとものすごい世界だなと思ったりもするんですけれども、でもそういうものは時代だったからこそ許されたし、やっぱ日陰の世界って言い方悪いかもしれないですけど、まあプロデュースする側が引っ込んでて、まあ許容範囲って認めて、社会が認めるわけにはいかないけれども、許容範囲だった時代があったっていうものだったのが、やっぱりこう表に出て、なおかつ死してなおも称賛されるような状態になってくると、うん、やっぱりそれは許さないって思う人が出てきてもおかしくないですよね。今の現状っていうのは僕はそういうことだと思ってます。でその上で、もう死んでしまってからでは遅いとか、生きてるうちにとかいろいろ言う人もいると思うんですけど、まあ生き返るわけないですよね。その上でさっきから言ってるように、最終的にこう名誉欲に取りつかれるような人間っていうのは、自分が死んだ後も気にしてるんですね。うん、まあそれぐらいの、なんか死んでからもなおかつまだ自分ってものはまあ考えてたと思いますね。だからその名誉欲に走ったんだと思うので、死んでからでも徹底的に糾弾してやることが重要だと思うし、その上でやっぱり綺麗さっぱり、うん、なんて言うんだろうな、一からやり直せるようにスクラップ&ビルドですね。で、うん、でいろいろなんか煮え切らない態度を取ってるジャニーズタレントが責められたりしてるんですけど、僕はそれはもうすごいかわいそうなことだと思うんで、やっぱりきっちり綺麗にして、でなおかつ忖度のない世界で自分が通用するのかっていうのをやったらいいと思いますね。前なんかキムタクが責められた時に、マツコ・デラックスが、まあ、キムタクと同級生だったっていうマツコ・デラックスがキムタクを擁護する言い方で、忖度でそのジャニーズ事務所を出た人間が表に出られないんじゃなくて、今まで忖度されてたから出られてたのよっていう言い方したんですけれども、ちょっと一理あるなって思ったことがあったんですね。だから一回なんて言うんだろうな、まあ海を出し切ってゼロからスタートして、そこから勝負になっていくんじゃないかなと思います。で個人的にこの日本の芸能がいろんな面で遅れてしまったっていうのは、ジャニーズ事務所の支配っていうか、それに忖度するメディア業界が日本のこのサブカ芸能文化の成長を止めていたと思うので、これからも何かが生まれてくるんじゃないかなとも思っています。ジャニー喜多川に関しては今のところそんな感じですね。これからの行方も見守っていきたいなと思っています。で、まあ、改めてこのジャニー喜多川のことを今報道されてるのを見て、僕が一番思ったのは、1988年の北浩司の光源氏へっていう本で、まあ、僕はスキャンダルの生々しい部分を知ったんですけれども、そ
その35年後に今感じてるのは、その北浩二でさえ死ぬまで、その死ぬ間際か、やっぱりジャーニー北側のそのグルーミングっていうものですね、性的手なずけっていうものの支配から逃れられなかったんだなっていうのが一番自分の中で印象に残ってることですね。あれだけの本を書いて、でご覧になられた方もいると思うんですけど、映像でもあれだけの発言を残している人間が、その手なずけから逃の網から逃れることができないまま死んでったっていうのは、やっぱすごい深いことだなと思いましたね。とまあちょっとここで話は変わるんですけれども、でこの動画の終わりがそれではどうかなと思うんで、そもそも1988年バブル期のその LGBT 事情っていうものなんですけれども、その当時の僕がちょっと迷いがあったっていう話でしたね今日は。じゃあ今現在2023年、53歳になった僕が今どうなってるのかっていうことをお話ししようと思うんですけど、僕はその迷いの後ずっと女性を追い求め、で結婚が31の時かな、で2人子供が生まれてっていうので、今まで子育てがようやく終わりつつあるっていう、でまあ常にあのストレートな感じで来たんですけれども、でそういうストレートな性欲っていうのはやっぱ年齢とともにはっきりと衰えを感じるんですね。まあこれ聞いてる僕の同世代の、まあ、このチャンネルだから喋ることなんですけど、まあ、98% 男性で、そのうちのほとんどが中高年男性っていう、このここだから話せることなんですけども、まあ皆さんもご存知のようにやっぱ落ちてきますよねそういうものって。でそれの反面、なんとなくなんですけど、最近僕は18歳の時のような、なんて言うんだろう、ピュアななんか自分への疑問がちょっと湧くことがここのとこちょっと続いちゃったかなって思ってるんですね。でまあツイッターとかご覧の皆さんはわかると思うんですけど、僕最近あの清宮とこう大岩のコンビにちょっと入れ込んでまして、なんか気になっちゃうんですね。毎日最初にその2人のツイートとかチェックしちゃうっていう。で僕がどうこうじゃないんですよ、あの僕がこの単体で彼を気になるんじゃなくて、彼らのことが気になるみたいな、なんかそういう不思議な感情になってますね。でもなんか俺そんな、でもこれ確実に父親の感情ではないよなっていう思いがあるのと、そんなことを日々を最近ですよね、G1 以降ですけど思っていた。ある時あのサッカーの久保が海外で得点を決めたら、なんか誰かとの約束でなんかゴールパフォーマンスでこうお尻を振った映像があったんですよ。僕それ見て一瞬こう、まあニュースとかチェックし、動画ニュースをチェックしてるそのマウスを持ってたのが一瞬止まってしまったっていう、そういうそれの自分にちょっとなんか疑問を感じてる、2023年の秋の日でした。まあ不惑の年をもう干支が一周する以上超えたはずなんですけど、まだ迷ってる感はもしかしたらあるのかもしれません。というわけで今日はこの辺にしたいと思ってます。まあなんかこの話を最後まで聞いたような方々はちょっといろいろ自分の我が身を振り返った方がいいと思いますよ。ってそんなこと俺に言われたくないか。まあそんなわけです。では皆さん、あのチャンネル登録よろしくお願いします。最近なんかもうこれが本当一番新チャンネルになって変わったことなんですけど、チャンネル登録数が増えるとなんかすごいモチベーションが上がるんですね。だから皆さん、チャンネル登録してない方めんどくさがらずポチッとよろしくお願いします。それではまた。